さあやってきましたね、モンハンワールド。はい、どうもどうも、プケプケをねやっていきたいと思います。さっきねモンハンワールド買ってきたので、プレイ時間はまだ2時間ぐらいです。2時間ぐらいなんですけども、やっていきたいと思います。ちなみにね、まだ初期装備ですね、武器も防具も。ただね、なんか意外に戦えますよこれ。敵がそこまで強くないっていうのもあるんですけどね。で、まあ、モンハン歴なんですけども、僕の。まあ、結構昔からやっていて、初めてやったのは PS2 の DOS かな。モンスターハンター DOS っていうのが、まあ、あるんですけども、まあ、今のね、なんか高校生とかなら全くわからないんですけども、大学生ぐらいならわかるかな、DOS は。まあ、かなりね、ちょっと昔流行ってて、そこからずっと全シリーズやってますね。ちなみに4とクロスは割とやり込んでました。まあやり込んでたから分かるんですけども、ワールドと従来のねモンスターハンターとでは全然操作方法が違う。今ね体験使ってるんですけども、本当にねモーションが全然違うから分かんないこれ。まあ、立ち回りでどうにかカバーしてるけど、普通にね難しいですよこれ。てか連携が全く分かんないんで、どういう連携だったらいいんだろうこれ。三角三角連打の方がいいんかな、三角丸なのかな。まだねちょっと操作方法も確認してないんですけども、まあいけるところまでねこれでやっていきたいと思います。まあとりあえずちょっとストーリーを進めていきたいんで。あとね、皆さん多分ご存知だと思うんですけども、僕ねスプラ実況者なんで、モンハンの視聴者がねほとんどいないと思うんで、もしよかったらモンハンもこれから継続的に見てもらえればすごく嬉しいです。てか絶対見てください。この動画を見てる方は継続的に見てもらえれば嬉しいです。あとね、まあ、今後のことなんですけども、まあ、スプラトゥーンとモンハンワールドは半々でやっていこうかなと思ってます。動画投稿はスプラトゥーンメインで、モンハンワールドは生配信中心でやっていこうかなと今のところは考えてます。あ、敵が移動したんでカットします。皆さんもうマルチプレイやってますか。今回さ、ソロとマルチだと敵の体力が変わるんですよ。マルチでやるとソロと比較して体力が 2.6 倍になるみたいです。 2.6 倍って相当でかいんでね、何なんだろう、まあ、中途半端なメンバーとかで行くんだったらソロでご利用した方がいいのかなと思います。あとはなんか人数によってはあまりなんか差がないみたいで、2人でも3人でも4人でも体力が 2.6 倍になるみたいです。てか今回乗りあるの。なんか普通に乗ったんだけど今、え、どういうことこれ。いやよくわかんないけど、とりあえずやっときます。とりあえずやっときます。え、乗りがあるんだ。いや今作ないと思ってたんだけど、あるんだね。お、敵がダウンした。あれまだか。え、長くねこれ。長すぎるぞこれって。乗りゲージってどこ見たらいいの。わかんないんだけど。え、乗りゲージないよな。お、ダウンした、ダウンしたみたいです。とりあえずやっていきたいと思います。とりあえず顔面を狙ってと。で、これ連携がよくわかんないんだけど。ちょっと待ってくれ。お、そっちじゃねえ。ちょっと待って、難しいこれ。いや、そっちじゃない、そっちじゃない。え、これ連携ってどうしたらいいんだろう。三角連打じゃダメなんか、これ。三角丸の方がいいんかな。お、死んだ。え、弱すぎないか、こいつ。なんか、5分も経ってない気がするんだが。弱すぎだろ、これ。一応なんかボスキャラ的な感じなんですけども、序盤の。弱かったですね。なんか初期装備で割とこせそうですね。なんか初期装備でとりあえずご利用ししてやっていきたいと思います。まあなんかいちいち防具買うのとかめんどくさいしさ、スキルとか合わせるの。まあしばらくこれでいけるとこまでいきたいと思います。なんかマルチでやるよりソロの方が多分効率ええな。まあ最初ね、マルチでやろうかなと思ってたんですけども。今やった感覚やと、どうなんやろうな、難しいクエストをとかだけマルチでやったらいいのかなっていった印象ですね。ソロの方が体力も少ないんでね、多分早く倒せるんじゃないかなと思って。で、今回なんか痕跡ってあるじゃないですか。痕跡があるのでモンスターもね割と早く発見できるんでね、結構サクサクプレイできる感覚ですね。なのでまだねモンハンワールド買ってない方おられましたら、ぜひモンハンワールド買ってください。あとね、ツイッターのアカウントを概要欄に貼ってあるので、鍵アカの方ですね、一緒になんかやりたいとかいう方はそちらの方をフォローしてなんか連絡ください。まあ、全部はちょっと見れるかわかんないけどお願いします。まあまあそういった感じですね。スプラトゥーンはね、これからも継続的に動画上げていくのでよろしくお願いいたします。
あとね、まだチャンネル登録してない方がおられましたら、ぜひチャンネル登録もしていってください。高評価もよろしくお願いいたします。ではでは、お疲れ様でした。